けても大丈夫。僕はやっぱりずっと小さい時からオートバイが好きで育ってきてるので、自分の好きなバイクを探してるっていうか形にしてる。両親が40歳の時の子供なんで、僕は5人兄弟の末っ子で、父親はカーレーを乗ってたの。そんな話をしたことがなかった。その時がんを患っていて、なんとかギリギリ書いた感じです。そんでゼロになったんだ。それでゼロを全部後輩に渡して、うん、なんでアメリカに来たかって、何ですかね、もう一回会えない、あの帰ってくるって言ってました。ここから全てスタートして、バイク屋を目指した時からいつかフルジーのカスタムをやりたいなと思って。